こんにちは、吉田さん。まあ、なんかね、その、俺がいないとこの会社は回らないっていうふうに考えてる社員が一番いらない社員だっていうふうに聞いたことがあって、いや私も実際ね、自分が会社を辞めるときに、俺が抜けたらこの会社大丈夫かな少なくとも俺の部分は大丈夫かなって心配したんですよ。でも、辞めるじゃないですか。全然元気に回ってますよね。逆に、そういう考えの私がいなくなったからこそ、もっと伸び伸びと、 そこのの場所に適任な人が来たと言えるのかもしれませんつまり自分がいなくてもこの会社は回るなぜなら自分以外に優秀な人がたくさんいるから思えば自分が俺がいないと回らなくなるのかなって考えるってことはそれだけ周りに優秀な人がいて皆さんのおかげで自分の立場があったからではなかろうかっていうふうに考える人は会社は手放したくないらしいですね。で日光鬼怒川っていうのはあるじゃないですか鬼怒川温泉ってね。 絹川温泉ででここんんなことがあったんですよ。それはある旅館の社長が夜逃げしたんですよねその旅館はバブルが崩壊して負債がボンボン膨らんで数十億っていう借金ができてで返済期限も迫っていて全然払えないとで担当の足利銀行という地元の銀行も破綻もうどうしようもなくなっちゃったんですよねで社長が逃げたんですよ、ね、社長が逃げてどうしたかっていうと予約は3ヶ月先まで入ってるんですよ 社長が逃げたその次の日もお客さん予約で来るんですよね。従業員さんは社長がいなくなってお金も全くない。給料は出ないだろうと思えるのに社長以外で3ヶ月間きっちりと予約をキャンセルせずに回したんですよ。もちろん従業員さんには一円の給料も出ませんし何の保証もありません。で最後の日まで一日中働いてね、時間は失われてるわけなんですよ。つまり社長がいなくても 究極会社を回るってことなんですよね「男はつらいよ」っていうねあのドラマが映画がありますけどもその中でタコ社長ってのが出てくるんですよでタコ社長はね自分の会社の経費がかかりついてかかりすぎて困ると誰か辞めさせようかなって悩んでたらしいんですようちの会社で一番いらない人間誰かなって考えてあげるあ社長も俺が一番いらないやってことに気づいたらしいんですよねそういうなんかギャグもあったんですけどもまあ何が言いたいかっていうと誰もいなくても会社は回るってことはありませんけども 誰が一人抜けても大丈夫。つまり、誰か一人が抜けて潰れるようだったら、その会社は結局潰れるってことなんですよ。まあ、吉田さんがね、言われてた通りなんですよ。俺が抜けてダメになるようだったら、その程度のものだったということなんですよね。まあ、例の、ね、えー、なんとか帝国、ネオヒルズ帝国は、結局、誰が一人抜けても、大したことなく回っていくっていうのが <laughs>、その現状だったのかな。つまり、人に依存せずに、テクノロジー、ネットの力で、 大ききくななっっててた会社ってこととがシンプルに言えるのかなと思うんですよねもちろん一人会社でその一人の人が逃げたらダメですけどねで今回私清水幸次郎さんの言葉を引用しようかと思ってるんですよ清水幸次郎さんはあの b ップハイスクールでねものすごく人気の役をやっていて当時ロックシンガーもやっていて全国ツアー出たりとかものすごくね、えー、売れていたんですよね で、ロックシンガーでありながらアイドルみたいなこともやらされていてそのギャップがあったんですけどもビーバップハイスクールが終わった後中村徹っていうもう一人の、ね、主人公と清水幸次郎っていう二人のこのスターがどうなるのかなってやっぱり気になるじゃないですかもちろんビーバップハイスクールは終わっちゃったんでもうその映画っていうのは作られないんですけどもで中村徹は結構演技が下手だったんですけどもその真面目さでねコツコツとその立場を作って今押しも押される大俳優になってるんですよで清水幸次郎はどちらかというと仕事があんまり来なくって V シネって っていうのに行って、てまあなんていうのか V シネ、ねえー、四天王みたいになったんですけども途中でね詐欺事件を起こしたりとかお金に困ったりとかそしてうつ病になったりとかしてものすごくね、あのー、大変な時期があったんですよ。でそれが大体16年ってていいう風に聞いてますで、最近 YouTube のおかげで復活してきてで、それはね清水幸次郎さんの「 なんかファンの方がねすごく支えてくれたところが大きかったりするんですけども当時 b ー b ッ p ハイスクールで共演してた方が YouTube チャンネルしててそれが人気になってあっ BeBop のネタいけるなってことで清水光次郎さんも出てきてで今度ねその BeBop のオマージュ作品で b ー b ッ p のおっさんっていう映画をやるらしいっていうか今やってるみたいなんですよで全国講演会で回ったりとかしててむちゃくちゃ人気なんですけどもその中で清水光次郎さんがこう言われてたのが私すごいいいなと思ったんですよ辛いようで楽しかった16年 まあこんんな言葉だったと思うんですよ何かに一生懸命になってると眠いし疲れるし失敗するし叱られるしうまくいかないし辛い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 っていう風にに、ね、なってると思うんですけどもそれはねなんで辛いかっていうと真剣にやってうまく生かせようと思ってるからそうならない時に辛いって感じるんですよね無責任にやっていたらどんなことが起きても辛いと思わないんですよまあどうせこんなもんだろうみたいな感じで通り過ぎちゃうんですよねだから自分の人生を振り返った時に吉江さんもそうですしね私もマージャン店の時そうだったかもしれない 辛いなと思った時って、なんとかしようっていうエネルギーだったんじゃないかなと思うんですよ。そのエネルギーがやることなすことうまくいかなくてずっと凝縮していって、で、新しいチャレンジしたときにバーンと花開いたのが、私の場合だったら40だったのかなというふうな気がします。あれから10年経って、えー、まさかね、30代の私がこんな40代をね、丸々得する10年間をね、過ごせてるなんて、希望していましたけども、半ば諦めていたところもあったのかもしれません。いや、だから本当にね、 まあすごい時間を過ごさせてもらったなと思いますね、うん、いやーだから本当に私自分に生まれてよかったと思います自分に生まれてもうそれ以外はないですね他人のことを羨ましいと思う暇もないしまあ尊敬する人はねいますけどもねでもその人になりたいかって言ったらやっぱり俺がいいなと思いますいいことも悪いことも込みで誰にも手放したくない自分の人生の上にあった苦痛だし自分が選んだ選択した喜びでもあるし 困難でもあるし全部がねどんな時でも怪我をした時でも打ち倒された時でも逮捕された時でも,時でも自分の宝物ですねこの人生はどこを切り取って人に渡せるもんじゃないなと思います全部自分の財産だと思ってこれからもね強く楽しく生きていこうかなってところですねいよいよ私も50になりますねうん40代をねマインドセットでちょっとまとめていくつかの項目にしてみたんですけどもちょっとここでいくつか紹介しましょうか えー、まあ久保哲郎の名言っていうほどじゃないですけどもちょっとお私のまとめた16個のマインドセットのうちその前書きにある一つの言葉を紹介しますね未来は予想することも選択することもできる的中させることが難しいだけだってことなんですよね、未来を私たちはこうなればいいなあれあなればいいなって選択してもう妄想するんですよねその妄想に向かって自分の歩みを 進めるのが結構難しいんですよね。でも、正解よりも可能性を追うことによって、多分それはピタッと一致しなくても、近いところまではいけるんじゃないかなと思ってます。それじゃ今日もよろしくお願いします。